とシャオランと隠れたカード。いや、すっかり遅くなっちゃったよ。今日は夕飯の当番なのに。くら！ケロちゃん、ダメだよ、まだ出ちゃ。誰かに見られたら。ボカードの気配や。弱いが間違いない。カードや。どこから？まじ、この感じやと。ほら、なるほど、あそこやな。そこってお店や。ツイなんたらいう、ツインベル。そうや、それそれ、ツインベルや。たまきさんのところに、なんでなの？あいにもわからん。けど、感じるやろ？さくらにもわかるはずや、この気配。ほんとだ、いくつかあるような。やっぱりあそこはカードが集まりやすいみたいやな。とにかくさくら、カードキャプターの出動や！でも、夕飯の支度。何お茶目言うてんねん。マキさんが危ない目に遭うてもええんかい。それはダメ。ほら行くで、さくら。構造にも気づかれてしまったか。気にすんな、さくら。わいがついとる。行くで。ちょっとケロちゃん、マキさんに見られたら。ミクも感じたの？カードの気配。新番がこの店を指したんだ。お前もわかったのか、この気配。ケロちゃんのおかげだよ。私は教えられて。ケルベロスか。いい、先に行くぞ。待ってよ。あ、このカードの。やっぱり、このカードの中に。ポリって、前にもあったのか。案外大したことないな、小僧。このカードの中には今までいくつも黒カードが隠れとったんや。たまにこういう。そうか。たまにこういう場所があるんだ。特殊な力が集まりやすい場所。黒カードのような魔力を持ったものや、それに幽霊。は幽霊苦手なんや。チッとはきつかんかい、小僧。え、苦手なのか幽霊って。だって怖いんだもん。ごめんなさい。でも心配するな。にはいない、大丈夫だ。リク、俺は騒がれると困るだけだ。そろそろ始めるで。順番に1枚ずつカードをめくっていって、引き当てた方がその黒カードの持ち主になる。カードは自分で持ち主を選ぶからな。どっちが取っても文句はなしや。順番はさくらからでな。だろ。しゃ、勝負開始や。さくら、頑張りや。よし、かりな、さくら。これ。おっしゃ、さすがさくらや。
やったな、小僧。この勝負、桜の勝ちやで。だが、まだ終わりじゃない。やっぱり？は、もう一枚隠れてる。まいで、小僧。もう一枚も桜がいただきや。どうは行くか。狩りな、桜。よし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 。狩りな、桜。ドームのカードは小僧を選んだか。しゃあない。持ち主を決めるんはカードやさかいな。こればっかりはどうにもならん。俺は帰る。なんなんや、あいつ。そう。さくらちゃん、来てたのね。いらっしゃい。こんにちは、マキさん。また来ちゃいました。嬉しいわ。ゆっくりしていってね。そうだ。美味しいお茶があるの。これが終わったら入れるわね。ちょっとだけ待っててくれる？いいんですか？すみません、いつも。のよ。と？私、そういえば。どうしたんですか？しか、ドアに鍵かけて。くらちゃん、ドアに。夕飯の支度しなきゃ。そうだった、忘れてた。ごめんなさい、今日はもう帰ります。さようなら。え、また来ます。ごめんなさい。さくらちゃん。た、ツインベルからクローカードの気配がすると、ケロちゃんが言い出しました。夕飯の支度があったんですが、マキさんに何かあったら大変です。とにかく行ってみました。リー君も来ていました。リー君とケロちゃんは会うと必ず揉めます。今回は、リー君とカードを取り合うことになりました。ストームのカードは、リー君に渡ってしまいました。夕飯の支度も遅くなって、お兄ちゃんに意地悪言われたし、今日は散々です。